さあ続けていきましょう。大公開時代フォービズバープキット、この動画はウッディ編でお送りしております。さあ早速物語がね進んでおります。苦し巻き発見しましたね。これ端末倒せるかどうかというところを見ていきたいと思うんですが、発見戦できるかな。あ、結構ゴリゴリ減ってんね。いけそうな気はするんだが、どうでしょうか。風向きが悪い。こうやって動かしてって、ちょっと遅いけど、まあ追いつくかな。オッケーオッケー。小型ジャンク戦なんでね、倒しました。やったー。さあこれで解散しましたね。こんなところで終わるわけにはいかんわ。この恨み必ずや晴らしてくれるわい、ということで、なんか不穏なこと言って去ってきましたね。さあ、覇者の証の地図見ていきましょうか。経路の竹地図ということでね、これを使って、ここにあるんですよね。なんかちょっとした島があって、ちょっと半島みたいなのがあるという状況なんで、航路図で見ていきましょうか。ちょっとした半島があって、島があって、ここじゃね？すぐそこじゃね？これ。ここから、じゃあまずマカオに自動移動してって、見ますか。お、あった！提督、これは東アジアの覇者の証、インダイの宝剣型。絶対読み方違うけど。っていうことができました。やったということで、今作初のね、カナエって呼ぶんだ。今作初の覇者の証というのを言うことができました。インダイの宝剣カナエかな、じゃあ、宝型カナエかなとは、神に捧げる供物を入れる容器。平型の4本の足を持ち、胴には刀鉄文と銘文が刻まれているということで、まあ、備え物を入れるあれですね。器お、お茶もいい商売になったら、儲けもかなりのものだということでね、黄金コール発見。これ、マカオで買ったものを長崎で売りましたね。結構選手で買って、長崎で売ったキートもできましたので、かなりこの辺もね、黄金コールを見つけやすいんですかね。いずれね、東アジアからインド洋の黄金コールの動画も出せたらいいなと思ってるんですが、今ね、どこだっけ、新大陸からアフリカまでのね、黄金航路の、動画出させていただいてますんで、よかったらご覧くださいという宣伝でございました。さあ、今ね、順調に交易をやってるお金を貯めてるところですので、これでね、船を5隻買って地方艦隊を作ってやろうという今作戦に出ております。そう思ったけど、うち今あれでもね、航海士全然いないよ、多分ね。あー、委任できるほど、いねえな。お、ウッティン提督、ユームンということで、これ、朝鮮水師のトップの人ですね。はい。実は、貴殿に降り入って頼みたいことがある。こんなイベントあったっけ？今ね、交易をしてね、お金をどんどん食べたいところなんですけど、実は我が国は解禁策を取ることになってね、いずれ水軍節度使も廃止になることだろうと。苦し巻きなくなった。はい、苦し巻きがなくなったら起こるイベントか、これ、用済みというわけだ。ははは、仕方がなくて分かっている。紹介しよう。マリアちゃんこれ。はい。なんか目が死んでない俺だけ味方。ウヒャ美人っていうことで。はい。マリア殿とシエン殿。ああ、いたね、なんかね。マリア・ホアメイリーね。はいはいはい。シエンヤン。いましたね、この二人ね。お二人は民の人で警備艦隊を作り、民国の沿岸を守ろうと考えられている。街づくりイベントとかかな。はい、ちょっと大事なそうなところだけ読んでいきたいですが。貴殿の艦隊で航海士としての経験を積むしかないとか、じゃあ大事なところ嘘でしょ。え、仲間なんのこれ。え、特定を忘れていただきます。やったー一気に2人増えたね。はい、これで、あ、参謀ファーティマちゃんできるの、ちょっと待って見ていこう。あ、すごい、マリア172あるから、じゃあこれで作望の立案多分できるよね。ちょっと編成していこうか、この辺ね。はい、今ね、ソウルだっけ、環状だっけ、こう来まして、航海士二人ね、仲間になりました。マリア・ホアメイリーちゃんということで、この子がね、暴力172なんだよね。これ、作文の立案とかであれだよね、多分視野取れるよね、今度ね、敵のね。と、あと、支援やんということで、まあ、この人はバランス型っていう感じなのかな。いやー、貴重な戦力入りました。早速じゃあ、作文の立案できますね。はい、あ、本当だ。レベルがやっぱり、レベルというか能力が高くないとこういう悪い噂とか流せないんだね。じゃあ早速ね、紹介してくれた朝鮮水師のね、悪い噂を流していきましょうね。マリアちゃんどういう気持ちなんだろうね。お、ナガルプル紹介か、あの新章。はい。あのブヨブヨ魔人が手紙送ってきたの？読みたくも触りたくもない。毛嫌い。はい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 。インド洋の、ナガルプル紹介からですね。はい。あんまり良さげではなさそうですけど。
長野夫婦紹介からの新章いかがなさいますか。お前が風を切り読み上げてくれ。はい、進展とされておりますが、進展ってごめん何私もされたくないのだ全員ひどるやんアブラハム・ウッディ殿、ヨーロッパ列強の進出に対抗すべく貴殿と話し合いたい。あれ同盟の誘い、これアリカットの漫画紹介にてお待ちしている、ザモリン・アフマド・ナガルプル。へー、はあ、同盟組んでくるみたいな話だったにもね。あ、じゃあちょっとお金貯めてね、地方官邸作ったら戻ろうねめちゃくちゃ後回しっていうね。お、来た、朝鮮寿司の悪い噂が流れています。はい、血も涙もない残酷な人らしい、ふさわしくないかのうということで、これでね視野が下がったんで、すかさず契約をしていくと、これでね視野が取れるという寸法でございます。商業投資で 2% か、こんな感じかな。 OK、まあ、これで攻撃ができるようになりましたんで、どんどんね打っていくという形なんですけど、全然今回持ってきた陶磁器は売れないという状況ですね。これ売れるね。はい、これなんだ、弱光というのかな。はい、打っていきましょう。あ、また苦し負けだぞ。ちょっと待って、戦闘用に配置して、さあこれ一石か、一石ならいけるんじゃないか、ワンちゃん、どうでしょうか。さあ一騎打ちでいきましょう。ユキヒサと苦し負けということで、いや、ユキヒサね大暴走になりましたが、いや今回倒せるかな。これずっと苦し負けなんか鉄鋼戦一石でいるんで、もしかして倒したらイベントが起きたりとかすんのかな。もしくは倒せるかこれもはや倒せないまであるぞこれ。いや、どうだこれ、いけるか。あと51、あ、負けたくっそあ、待って待って、これやばい、旗艦がなくなってしまう可能性があるんで、ちょっと一回退却かな。鉄鋼戦強いな、やっぱりな。うちも揃えるか、鉄鋼戦。さあ、皆さん見てください。今ね、80万ぐらいお金使ってね、ほとんど全財産を使って、鉄鋼戦5隻揃えてみました。いやー、これで、すぐ武士がそこを好きちゃそうですけど、関係なくですね、宗神苦島、中に行くということですので、中でね、待ち構えていきましょうか。4日でつけちゃうの、これすぐじゃあなくなっちゃうかな。水夫マックスまで積んでるんでね。さあ、4、3、まあまあまあ中に行くぐらいはいけたね。オッケーオッケーオッケー。さあね、これでね、苦し負け倒してしまって、イベント起きるかなさあ苦し負け近くにいますね。さあこれで倒せるかどうか、鉄鋼戦5隻で戦っていきたいと思います。あれ、敵鉄鋼戦だよね。オッケーオッケーオッケー。こっち5隻いるんでね超本気だよね今回ね。船5隻鉄鋼戦に揃えまして、水分をマックスまでいる状況ですね。さあ、これで戦っていきましょう。これで負けたらもう知らねえな、俺。あ、オッケーオッケー。結構強くない今回。いいね、いいね、いいね。はい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 。これさ、イベント起きそうじゃない、なんか、一石でずっとクラクラしててね。相変わらずあれですね。一騎打ちは弱いですね、うちはね。これ、負け、わかってるわかってる、いいね。2勝3敗 ?3、4敗していく。やっぱり弱いね。戦闘力にね、定評はないんですが、あ、結構疲れてるね、でもね、こっちね。はいはい、オッケーオッケーオッケー。あ、でもリラックスしてるけど疲労が溜まってるということで。どうなんだこれ。いや、負けるか、まさか。負ける可能性もあるな。29、あと一発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 、食らっていく。瀕死になっていく。ちょっと待って、危ない。旗艦が危ないかもしれない。ちょっと逃げていきたい。逃げていきたい。逃げていきたい。逃げていきたいんだが、これいけるか。さあ、地方艦隊じゃなくて、後ろの艦隊だけで倒すことができないか。ちょっと待って。これ結構気悪くない？一回一騎打ち負けたらもう死ぬぐらいの勢いだよね。後ろの艦隊で倒したいね、こうやってね。ぐるーっと行かせて。難しい。やり方が難しいぞ、これ。こう。何しとるんよ。OK! 倒しました！さあ、あ、別にイベントが来たわけじゃなかったな。苦し負けはじゃああれか、一石でずっとなんかふらふらしてるだけなんだね。そうか。対苦し負けでこうやって鉄鋼戦編成したけど、ただただ使いにくい艦隊ができただけだね一旦ね、船の修理とかやっていきましょうか。さあ、鉄鋼戦使い方悪かったんで、戻していきたいと思いますスイープの編成もできてるかな、これ。 OK ですね。はい、さあこれで編成し直しまして、今回ね、じゃあ地方艦隊作っていきますか。新艦隊はってこの2人しか使えないのか。じゃあ支援案にしとく。もしかしてイベントで必要かもしれないんで、その時はね、皆さんよかったら教えてください鉄鋼戦5隻使って、でこれで地方艦隊を編成していきましょう。はい、会計にしてお金をね貯めてってもらいましょう。会計に拠点はまあでもここでいいか。公衆にしようか。はい、じゃあこれでね、地方艦隊の収入を期待しつつね、今度は東南アジアに進出していきましょうか。